見えてるかな。こんにちは。おおおお。あ、来たかも。あ、来た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 。こんにちは。来た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 。こんにちは。皆さん見えてますよね。わー、はい。ということで、初一人でビバースライブします。はい、これこの前買ったサングラスです。新しいやつ。明日卒業式。文字反転してる。文字反転してますよね。そうですよね。メガネかわいい。やったー。はい、早く写真撮って皆さんにお見せしたいです。なんか一人緊張しますね。初めてだし、久しぶりのリバースライブな気がするからちょっと緊張する。ドア入ってないです。おしゃれ用。そうですね、今 WeGo やってますね。あれでもゆうまくんも言ってたかな、WeGo のグッズ話ゆうまくんしてたかもなんですけど、よくてバッグとかすごいデザイン大好きで、皆さんもぜひぜひ使ってください。めっちゃ可愛い。皆さんのお気に入りアイテム教えてください。お気に入りアイテム。バッグ買ったよ。バッグ。ニット、あー、ニット可愛いですね。ニットもめっちゃ可愛い。ネクタイ、T シャツもいいですね。半袖の T シャツ、確かにこれからの季節半袖いい。帽子、ああそうか、帽子もありますね。キャップ。僕もなんかもともとニット帽めっちゃ好きで、ニット帽をずっとかぶってたんですけど、最近は僕もキャップ好きでよくかぶってます。何がお気に入り？そうだな、僕は、うわー難しいな。ロンティーとバッグ。ロンティーとバッグ。ネクタイ僕も好きなんですよ。ネクタイかわいい。
ランティ何色？そうだな。でも黒も白もめっちゃ普段使いしやすそうで、めっちゃどっちも好きなんですけど、あの白にピンクであのロゴが入ってるやつがなんか春らしくて、これからの季節めっちゃ合うんじゃないかなと思っておすすめです。白の方。ありがとう。エナジーチャージ。ピシッ。エナジーチャージ。うん、ニコラスくんだ。何これ。何の絵文字これ。ニコラスくん写真撮ってね。また写真撮ってね。何これ、何これ。ニコラスくん写真撮ってね。エナジーチャージ、エナジーチャージ。ゆうじくん、エナジーチャージ。このウサギどうですか？僕がさっきライブやる本当すごい前に、すぐ前に書いたんですけど、やっぱり、あーそうだ、あのウィーバースのアイコンもウサギが月を見てるみたいなアイコン書きました。かわちいかわちい。いや、絵描くの楽しいですよね。絵描くの楽しい。でもこういうキャラクターみたいな絵しか描けないですけど。ジョー君みたいな、ああいう、なんていうんですか、似顔絵、似顔絵っていうか、めっちゃリアルな肖像画みたいな、ああいうタッチは絶対にもう僕にはできないんですけど。自画像とか難しいですよね。でも学校の時に、小学校の時とかに自画像めっちゃ描いた覚えあるんですけど、なんか僕が描いたやつ全然僕じゃないっていうか、誰みたいな。全然うまく描けなかった気がする。クリームチェが그렸습니다。メンバーの顔描いて。やばい。したらもう描くしかないじゃないですか。メンバーの顔。むずっ。メンバーの顔。メンバー、オッケー、じゃあ滝の顔ね、滝。絶対無理だ。滝の顔？
てか見えてんのかな。見えてるか。タキの顔むずいじゃない。タキの顔。タキの顔。目が綺麗。無双よ無双ったごよもが無双よあぬん無双きんねよねえ잘그렸죠위즈君に似てる本当本当一応滝です目が光なくて好き目に光どうやってつけるんですか見えるかなちょっと甘いかタキとツーショット髪切ったっけな髪切ったように見えますか？あ、でもちょっと取ってみてサングラス取りました確かにちょっと短いかちょっと短いかん ?DM 見てきたわどういうことタキが DM 見てきたってことそうだよ、滝書いたんだよ、今どう滝が眉毛ないよそこはちょっと汲み取ってくださいおい、ほら、地味に特徴つかむやめね滝っぽいんだよ。髪染めたい。
みんな何色が似合うと思いますか？僕が髪染めるなら。ずっとなんか今この茶色っぽい色を結構長い間やってる気がする。俺も描いてよ。分かった分かった。巻き巻きかけて巻き描いてる間にルナの皆さん、僕何色似合うかちょっと考えてください。巻き水黒がね、で悪いんだよな。負けっぽいんじゃない？ほら、うん、うまい気がする。ほら、負けっぽくない？びっくり。僕何色がいい？コーンアズでピンクにし、なるほどね。ねえ、やっぱピンク金髪ね。派手な髪する。で、黒。電波が。めっちゃ止まる？ミルクティー色？それ絶対可愛い気がする。ミルクティー、でも春らしい明るい色とかいいですね。一周回って黒。そうそうなんだよね。赤、シルバーグレー、おー、あー、シルバーいいですね。シルバーやってみたいかも。シルバー、うーん、青、あ、いや、シルバー、赤、シルバー、赤、ピンクね。シルバー、赤、ピンク、シルバー、赤、ピンク。
ウサギグレーって何？中国語が話せますか？ああ、ずっと覚えてるのはニコラス君から教えてもらったやつ。早安、今天也要元气满满みたいな合ってるかな。なんだっけな、おはよう、今日も行ってらっしゃいみたいな、今日も元気で行ってらっしゃいみたいな。合ってるでしょ。ワイニー。ああ韓国語も。한국말네네사랑해알려주세요뭐요즘유행요즘에유행어같은거아니면뭐그냥어려운말단어들알려주세요え？クイッチ？クイッチが無線都市よ。クイッチ？クイッチ？クイッ？え？クイッチ？クイッチは何？アギラゴよ？え？キニピグが寝ぬんソリ。ああ、クイッチ。いろんぬきん。クイッチ。え？あ、トッキーぬん。ああ、もやっち。아캬르르아아깐쩡깐쩡아맞다깐쩡깐쩡소리어렵다뭐말로표현못단표현할수없는소리들그있지배웠다토제가배웠으면좋겠다는말있으면알려주세요 視力が悪すぎてもうコメント見ようとしたらめっちゃ参っちゃうんですよ。えん？저요즘에멈치랑과하다배웠는데과하다과하다멈치目悪いの目悪い目悪いんですよね。これはどう入ってないですよ。ピアスも新しいです。ピ
やつもこれ最近買いました。요즘제유행야안견자주써줘매감사합니다아재미있는이야기를줄인거예요 또줄인말 또줄인말재미에재미에아재미있는이야기어세제일귀는알죠세상에서제일귀엽다는말이죠콘택트는이つから와確かにいつだったかな콘택트와じゃあ僕小さい時からめっちゃゲームやってたのでなんか小学4年生ぐらいの時にはもう目が悪かった気がするわかった、わかる僕も最初つける時なんか怖すぎてなんか目に入れるってのが怖くてなんか貧血になっちゃった記憶がある入れようとしたらカーってなっちゃってめっちゃ初めての時僕も苦戦した気がする3秒付き合って1123おしまいエンティムノリエンティムイエギハジャエンティムノリエンティムイエギハジャエンエンノルハジャえおりょうえい5秒付き合って5秒だけでいいんですかもっともっと付き合わなくていいんですか5秒だけ1あっ OK いきますよ12345あえおねれ TMI 今日の TMITMI かTMI そうだなあ TMI 今日はました5世紀付き合って何が聞こえなかったって電波悪くてちょっと聞こえなかった何が聞こえなかったんだろう肝心なところなんだろう肝心なところ聞こえなかったあ、TMI が聞こえなかった今日僕は蕎麦を食べました聞こえたかな
聞こえた？はい、そばを食べました。電波ね。ですよね、いつも。電波、暖かいの冷たいの、どっちでしょう？どっちでしょう？暖かいそば、冷たいそば。正解した人1ポイント。ブブーブブーピンポンピンポン。お、お、うわ、これはちょっと、これはどうしよう。正解はあったかいだったんですけど、ルネのそばっていう答えがありました。ルネのそば1億ポイント。ぬるいやつって何？ぬるいやつ。確かにね、ちょっとぬるくなってから食べたかもしれないけど、ルネのそば、これが正解。あー、ぬるい。ぬるい、やばいね。え、65度くらいって何？65度？なんか暑そう。ポイントどこで使いますか？そうですね、ポイント1ポイント獲得した方は、5ポイントまで貯めたら、何かハルワ君に一つお願いができます。そして10ポイント貯めたら、なんだろう、じゃあ好きなことを3つ。他にもクイズ出して。 OK。 分かった分かった。じゃあ今日最後に教えてください。あとじゃあ軽く4つ問題出すので、見事にもう全部当たって5ポイント貯まったよって言って人いたら、じゃあ最後に聞きますね。じゃあ2つ目の問題いきます。え、聞こえなかった？何が聞こえなかったって？何が聞こえなかったんだろう。あ、最後に、あ、OK、OK、OK、最後にポイントを集計するので、あ、すでに脱落。5ポイント貯まったよって人がいたら最後に教えてください。1問目外れた人は、じゃあもう4問、あと4問正解したら5ポイントってことにしましょう。じゃあ行きます。2問目、僕は、どうしようか。このメガネを誰と買いに行ったでしょう。ショッピングズっていう、僕とニコラスくんとマキの、あの3人の名前があるんですけど、その中のメンバーかも。よし、正解はチョンダブン、ニコラスくん。ニコラスくん、はい。正解した人1ポイント。よし、じゃあ3つ目いきます。僕は、今日二度寝をしました。 Yes or No。 Yes or No。
二度にしたかしてないか。命かける。命かけちゃっていいの？ああ。四度目。はい、イエスでした。何これ？クイズ番組？じゃあ四問目。ちょっとこっから難しくしようかな。うん、僕は最近お菓子をあんまり食べていない。 Yes か No？ 요즘나는과자를안먹는다。 Yes or No？ 私を最近あまり食べていない。 Yes or No？ 요즘나는과자를별로안먹는다。 Yes or No？ 正解は、정답은 Yes。 はい、僕最近あんまりお菓子食べてないんです。やっぱこうなんかツアーとかを回りながらやっぱりこう体調管理とかちょっとこれからちゃんとした方がいいなと思ってちょっと減りました。本当に量は減りました。もうタンフルーヌンもう과자말고그냥밥과자에안들어가요탕후루는はい、じゃあラスト問題。これはめっちゃ難しいですよ。もう正解した人いたらマジで天才なんじゃないかなっていう。じゃあ行きます。僕は今アイスクリームを食べたいかプリンを食べたいか。これは難しいですよ。나는지금아이스크림먹고싶다 vs 나는지금프링을먹고싶다。마지막문제라스트문제입니다。これはむずい。これは多分分かれるんじゃないかな。どっちもあると思う。わあ、おれぷた、おれぷちょ。これ難しいですよ。どう？じゃあいきます。答えは、정답은今はプリンを食べたいです。はい。
なんかさ、さっきから大事なところ聞こえなかったとか。プリン、プリン。正解はプリン。プリン、プリン、プリン。聞こえるかな？プリン、プリン、プリン、プリン。はい。はい。終わり。じゃあ、全問正解した人。5ポイントをゲットした人。5ポイントゲット。あ、そうです。最初のは大丈夫です。4問正解しても5ポイントにしましょう。じゃあ5ポイントゲットした人、僕が可能なことは皆さんのお願い聞きます。お、プリン柔らかめと固めどっちが好き？これね、プリン、なんかこうちょっと揺らした時にめっちゃこうもう揺れるぐらい柔らかいやつよりかは、ちょっとなんかこうなんか形というか重心はしっかりありつつ、こうやってやった時にはスルッとこう取れるぐらいの硬さがいいかな。はい、投げキス、わかりました。で、愛してる。モーニングコール。オッケー。早く起きて。一緒にご飯食べよう。頑張れる一言。頑張れ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 。メガネ外してほしいです。はい。メガネ外しました。スポして、スポできないよ。スポ何もできることないな。スポスポして、5月8日、ウインク。僕なんかやっぱこうたまに撮影であるんですよ。もしウインクできますかみたいな。で、やっぱできないのが悔しくて練習してます。今もこう開けて閉じて右だけ開ける努力をする。右だけ。こう開けてこっちだけこう、ああレハグ、ぎゅー、なでなで、なんか違う、ほっぺむち、うさぎポーズ。
ジョンウォンさんと連絡してる？してます。またご飯食べに行こうって僕が連絡しました。おやすみ。エイリアン歌って。An alien 果てしない宇宙を fly 行き先決めてない自由自在ときめく場所へ行こう Just you and I。 可愛くてごめん。可愛くてごめん。懐かしいな。このメガネとエイリアンめっちゃ合う気がする。散歩目からメガネとデッドヒート。パープリ楽しかったね。楽しかったよね。パープリめっちゃ楽しかった。また早くやりたいですね、ツアーとか。ちんちゃおかしい。パウプリ、パウプリ皆さんどうでしたか？特になんかここ好きだったなとか、ここのなんか、なんて言えばいいんだろう、ここの、ここの出てこない、ここのフォーメーションじゃなくて、あのここのあのデザインじゃなくて、あのなんだっけ、ここの演出、演出、ここの演出が良かったよとか、お手紙のシーン。僕お手紙本当に緊張したんですよ。多分僕人生に、やっぱお手紙とかって緊張しますよね。ダンスブレイク、ダンスブレイク、ありがとうございます。ゆうまくん、ハルアが後ろに倒れるところ、僕はもうランニングの後ろに倒れるやつは全く怖くないですね。やっぱなんかバンジージャンプやってからなんか落ちるのにやっぱりちょっと体勢がついた気がして、全然あれぐらいはいけます。滝の紙飛行機。逆バンジー？逆バンジーって何？こういうこと？ハルアが引っ張られるところ、ああ確かに。ユージ君が一生懸命引っ張ってくれてます。メロディーみんなで歌ったやつ、確かに。
回めっちゃなんて言うんだろう、いろんな曲とかをルネの皆さんと歌えたのがめっちゃ思い出残ってますね。めっちゃそれこそエナイプン先輩のコンサートとか目指してもらった時にブロッサムとか皆さん一緒に歌われてるじゃないですか、エンジンの皆さんと。そういうの見て、あ、すごい素敵だなと思って、僕もルネと一緒に歌いたいなって思ってたんですけど、パワプリでまさかの叶って、ルネの皆さんと一緒にこう歌えたことが本当に幸せでした。また次のシングルの曲とかをみんなで歌ったりできたらいいな。また一緒に歌おうね。はい、じゃあそろそろ終わろうと思います。皆さん、楽しい、こうやっていっぱいルネの皆さんと話すの楽しい。また絶対すぐ会いに行きます。また見晴らしたい。あ、DM で会いましょう皆さん。ウィバースでいっぱい会いましょう。あ、スクショタイムはやりますか。ポーズ何がいいですか。スクショタイム、ポーズ、パープリポーズ、オッケー、パープリポーズから。はい、次。巻きとオッケー、よし、ちょっと竹巻きとこうこうしてコモズポーズでできないのよ、片手しかなくて。スリーショット。よいしょ、じゃあ最後エイリアのポーズするか。死んじゃおかしい。皆さん、ウィバースライブ来てくれてありがとうございました。バーイ。メガネ取って、バイバーイ、アンニョン。